はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。皆さん、盾の勇者、矢面も使っていますか？今回のアップデートでね、ベータのクールタイムがめちゃくちゃ長くなっちゃって、なかなか使いづらいんじゃないでしょうか。というわけで、そんな矢面の使い方、今回解説していこうと思います。今回の動画内容としては、解説からのプレイ動画解説でいきます。では行きましょう。はい、では解説していきましょう。矢面なんですけどね、前までだったら盾2個使った後、すぐクールタイム上がってもう一回使えるよっていう感じだったんですよ。この後この走ってる最中にもクールタイムどんどん長く溜まっていくんでね、この後 3,4 秒したら2個目が使えたので、もう一回使うことができたので、もう全然隙のない盾キャラクターだったんですけど、今回からは結構長め 7,8 秒をこのアルファとかローリングで耐える必要性が出てきたので、ちょっとリスキー、ちょっと盾使って突っ込むのがリスキーになりました。でもそれの耐え方は結構簡単に耐えることができて、 7,8 秒ってね、長いように感じて意外と短いんですよ。でそれを耐えるためにはまずこれで突っ込みますね。バーッ突っ込んでいきます。はい、突っ込みました。まずね、この盾を利用するんですよ。この盾を利用してこの裏でローリングして、この間からアルファアルファ、これで耐える。でつゆちゃんとかが来る可能性ありますね。つゆちゃん来たら普通にアルファで弾く。で爆豪とかが打ってきたらこの盾で耐える。だから意外と 7,8 秒耐えれるんですよ。でもし敵のプレイヤーがね、裏回ってきたらローリングでこうやって回避してあげて、こう逆にね、あっち側盾で守ってあげるって感じですね。反対側を盾で守ってあげるって感じにすれば全然耐えれるんで、この盾の耐え方は今回紹介していこうと思います。大まかにまとめていきましょう。少しね、今話しちゃったんだけどね。はい、まずその1、盾を展開して終わりました。終わった瞬間敵が詰めてきますってなったら、後ろ狙ってきますってなったらローリングでまず回避。敵と自分の間に絶対盾を置きましょう。そうすれば敵は攻撃することできませんよね。でここで耐えてあげて、まあ、アルファでね、敵が詰めてくるようだったらアルファ打ってあげる。詰めてこないようだったらちょっとここで待機待ちで、上から来るようだったらローリングで回避で、近い敵にどんどんローリングで上にいる敵に近づいていってアルファをぶつける。このアルファぶっちゃけどのキャラクターに対しても勝てるんですよ。飯田の蹴りとかもこのアルファ弾くことができるんで、かなりこのアルファを使うことが大事になってきます。今お話しした3つが盾使った後の対策ですね。遠距離キャラだったら盾と自分の間に体を挟む。で近づいてくるようだったらアルファを打ってあげる。で上からの奇襲だったらその敵の着地点を遅くしてローリングで詰めていく。でアルファみたいな感じ。まあ臨機応変に対応することが大事なんですけど、まあもちろんね、敵が3人いるんで状況状況に応じて自分の立ち位置変えなきゃいけないんですけど、基本的に1体にアルファ当てちゃえばその敵はひるむんで、でひるんだら大体 3,4 秒ぐらい確保できるんですよ。だから本当にアルファ当てる重要度が上がったよっていう感じですね。ただ基本的にはベータ上げで大丈夫です。このアルファなんですけど、初期から8発ある上にもう普通に120ダメージ、レベル1からマックス3発当てれば120ダメージ食らう結構痛い攻撃ですので、まあアルファレベル1の状態でベータを上げて立ち回るっていう感じですね。はい、では実際の試合いきましょう。というわけで矢面も実況していきましょう。まず初動かぶりで雷くんがかぶっていますね。この雷くん縛っていきましょう。アルファ、この初動のアルファが非常に強力。3発当てれば120ダメージ、結構120ダメージででかいからね。でここがしっかり縦で弾く。もう雷くんかわいそうにひるんじゃってるね。もうひるんじゃうんですよね。で起き上がり際にアルファ、もう矢面はね、あの置き攻めができるんでね、もうこいつまあチートみたいなもんですよね。はい、置き攻め、雷くんも瀕死。あ、もう倒されましたね。なのであとはね、これ縦で引き殺していくだけですね。この盾ね、初動でもね、結構獲得性能高いんで、非常に凶悪です。さあ、爆豪がいたんで、ここもね、盾で引きずり回していきましょう。さあ、逃がさないぞ、逃がさないぞ、逃がさないぞ、逃げるなよ。逃がした。じゃあ、ケアパキャスいきましょうか。さあ、次はですね、もう盾がレベル7になりましたね。敵同士がやり合ってる中、突っ込んでいく。盾の勇者、今回ね、ベータのクールタイム非常に長くなりました。だが、しかし関係なく突っ込んでいく。なんでかって、どんぐらい弱くなったかわかんないからね、突っ込まないと。というわけで、もう一回突っ込みます。見てください。長い。長い。もうこの時点でね、もう長さを実感できますよね。まだ半分しか溜まってない。いや、これね、本当にね、回避の重要性すごい上がったなって感じです。まあ、ただ言うてね、アルファが強いんですよね。今これちなみにアルファレベル1なんですけど、全然強いんですよね。普通に勝てちゃう。アルファで時間を稼ぐって感じになったね。ベータのクールタイムの分をアルファでしっかり時間稼いであげる立ち回りになったね。で相変わらずトドロキ君に対しては最強です。で下のダメージも後ろのダメージも食らわないんで、この盾使ってる間はほぼ無敵かなって感じですね。まあ唯一なんかね、ダビとかはねダメージ食らったりするんだけど、しがらきとかもダメージ食らわないんですよね。これ不思議なんだけど、
さあ爆豪いたんでここ引き倒していく。129ダメージだからレベルなのでね、レベルマックスだとめちゃくちゃ高くなります。さあしっかりねつゆちゃんに対してアルファ当てていく。まあつゆちゃんに対しては盾も強いんですけどアルファが強い。しかも今回ねつゆちゃん弱体化食らってね、やなおヤモモに対して厳しくなったかなっていう感じです。さあトドロキミの音がするからアルファで弾いていく。さあひるみダメージでもう盾が回復、そして盾を展開。トドロキミのベータなんて関係ない、その氷は意味ない、マジで意味ない。なぜならヤモモ最強だから。さあアルファで仕留め切っていきましょう。アルファね、このアルファしかもね、格殺性能も非常に高い。さあマウントリディが突っ込んできました。で横でマウントリディ今入ったぞ、しげみながんとこーナイスー。さあマウントリディしっかり縛いていきましょう。アルファで縛いていく、大砲だねこれね、しっかり大砲決めていく。はい、巻き込まれていく。でここでベータがレベル9になりました。残るはマウントレディを縛くだけ。プルスウルタロー疲れてしまった。ここアルファで弾いていく。もうこれね、ちなみにアルファレベル1なんですよ。もうレベル1でも十分に役割を果たしてくれる。なんなら爆豪とかよりも全然いいんじゃないか。いや爆豪の方がさすがに強いか、レベル1は。さああとマウントレディなんですがどっかに行ったので、とりあえず回復したいなっていう感じですね。これ盾を弾かれちゃいましたね。盾のねこう展開の瞬間攻撃されちゃうと弾かれちゃうんでね、そこ気をつけながら戦っていきたいですね。いやでもね、にしても今回のヤモモ脳筋キャラじゃなくなったね。本当に脳筋キャラじゃなくなった。ちゃんと頭使わないと勝てなくなりました。ここはつゆちゃんを盾で追いかけ回していきます。はい、つゆちゃんに頑張って逃げてますけどね。でここ来たんでアルファで追い返していく。まあ前までのつゆちゃんだったらアルファのダメージ100だったんでダメージ取れるとイーブンぐらいだったんですけど、もうね近づいてきた瞬間ヤオモロがダメージ取れると勝ちますよ。だってつゆちゃんアルファの攻撃力めっちゃ低くなったもん、ベータも低くなったもん、全部低くなったもん。でここは一旦危ないんで一回逃げていきましょう。味方がねつゆちゃんダウンしちゃってるんでね。さあここダウン隊のつゆちゃん回収しようとしたら横から緑谷くんに撃たれてしまいましたね。でもなお諦めずにつゆちゃんを回収しに行ってます。やっぱ回収して味方全員で戦いたいからできるだけね。ここはねついでに戦場を荒らしていきましょう。オールマイトの攻撃も全て無効化、待てオールマイトと、この竜巻も無効化できる、知らなかったでしょう。でベータ使ってきたんでもう一回ね突っ込んでいきます。ここは逃がしちゃったかな。でつゆちゃん来たけどこれアルファで弾いていく。アルファレベル上がってちょっと41ダメージになりましたね。敵多分ねアサルト積んでるんでちょっとダメージ判定するか。なんかつい爆豪ハウザーインパクト弾かれる、かわいそすぎる。いやもうベータほんと優秀だよね。もうねこれね後ろの攻撃食らわないのがマジでやばいんですよね。さあ雷くんが近づいてきてるんでね、今見た死柄木の地面攻撃も弾いてしまっている。これもうほんとズルですよね。ここは一旦回復を入れていきましょう。ちょっとね危ない状況になってしまってはいますね。もう味方もダウンしてしまって全滅しちゃった。ここはねなんとかチームを生き返らせて終盤勝ち切りたいところですね。残り4部隊っていう状況です。非常に嫌だ。でアルファをやって復活させたんですけどまたダビが死んじゃいましたで、まあ、2人とも回収して起こしきってあげて終盤戦に備えましょう。でしっかり仲間を蘇生したら八百万ラギバグを味方にあげての、そしてスキルレベルアップカードも使ってあげての終盤戦来ましたね。ラスト終盤戦、敵の構成めちゃくちゃやだ。爆豪つゆちゃん、リーダーが見える、そして雷くんいますね。雷くんははっきり言ってカモなんで、カモナリくんですね。このカモナリくんは正直しばき倒せるんであんまり気にしなくていいです。さあ神谷くんが上に登っていってますね。まあ、なので僕も一旦ねこの上ポジから展開していきたいんで上ポジから制していきましょう。プルスウルトラ持ってるね、プルスウルトラのことで考えつつ戦っていくのがいいかなと思います。ここね死柄木くんダメージ食らいましたね。まあたまたま食らいましたね。まあほとんどの場合食らわないんですけど、たまにねこう後ろ中心地から後ろを向くと食らったりするんですよ。だから判定が中心から外側に向かってるのかなっていう感じです。死柄木のあの円のやつはね。さあ死柄木くんいるんでアンチ外にこれは吹っ飛ばしていきます。逃がさない、こっちには来させないでって思ったが下に降りていく。さあ雷くん、カモナギくんがいるんでね、カモナギくんに出してアルファしっかり当てて、もうアルファレベル9だから60ダメージ、1回当たれば180確定で入るようなもんだよね。これ非常に強力。なんならこうアルファ上げもありなのか、いやなしだな、アルファ上げはなしです。やっぱベータ上げだね。ベータ上げないと無敵がないからきついね。やっぱベータ上げだね、ヤオモモは。さあ目の前に爆豪がいるのでちょっと厄介な爆豪を先に縛いていきましょう。2発当てていく。よかったね、攻撃の瞬間無敵が解除されるんでね、上手いプレイヤーほどヤオモモ結構引っかかったりしますね。攻撃の瞬間たまに忘れちゃうんですね。僕も忘れます。さあ上に向かって爆豪を追いかけています。もう最終円でエリアも狭いんでね、もうぶっちゃけ追いかけ回すだけでいいです。
これ PU 溜まってるんですけど、まだ温存したいということでね、爆獄を追いかけ回していきましょう。で、ここでやっと PU 使っていくと。で、これで、盾のね、クールタイムを回復させて、爆豪に回復の隙を与えません。さあ、爆豪倒していって、アンチ街まで吹っ飛ばしていって、最後アルファ一発当てようと思ったけど、アンチダメージしましたね。で、ここ目の前にしがらきがいるんですけど、この盾を展開してから PU の弾きも効かない。だからそのままの勢いで追いかけ回して180ダメージ。これね、なんかね、バグなのかな？バグな気がするんだけど、なんか PU バグってる気がするんだよね、ちょっとね。この間ね、プルスウルトラ、昨日かな？昨日プルスウルトラ使ったら、なんか知んないけど、全スキルがレベル9表示されてるので、レベル1のダメージで反映されてたんで、若干バグが増えたかもしれないです。皆さん気をつけてください。というわけで、あと、つゆちゃんを追いかけ回していくだけ、アルファを当てていく。60ダメ、もうつゆちゃん逃げるしかできない。この最終盤、本当にさ、つゆちゃんなんもできない、ヤオモに対してね。もう逃げる場所がないから。終盤に関しては、つゆちゃん、ヤオモに勝つことはできません。GG、ナイス！というわけで、勝ち切ることができました。まあ、若干ね、やっぱベータの隙が気になるんですけど、ローリングとかアルファを駆使すれば、全然生き残れるって感じですね。まあ、本当に脳筋盾キャラじゃなくて、脳ある盾キャラになりましたね。ちゃんと脳みそを使って立ち回らなければいけなくなりました。というわけで、GG、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしく。バイバイ。